はい、こんにちは、たくまんです。なんとね、無料でこの傘スキンがもらえるフォートナイトメアというチャレンジが来ています。いつものようにこのチャレンジを完全攻略していきます。はい、それでは最初のミッション、幽霊屋敷の家具を壊す5個ですね。幽霊屋敷っていうのはね、こんな風にハロウィンの装飾がしてある家のことで、その家の中にね、浮いてる家具があるんですよね。ちょっとそれを探します。あった、これですね。例えばプレザントパークのこの一番左下のこの家、地下にあるんですけど、こういうね、浮いてる家具を壊すと1個にカウントされます。そしたらね、次のお家もぶっ壊されてんな。はい、ありました。プレザントパークのここの家ですね。ここの家です。この家の1階のここにある浮いてる家具で2個目でーす。そしたら隣の家に移動しまーす。あった、入ってすぐテーブルの上にありました。これで3つ目でーす。うん、プレザントパークここ3軒並んであるから結構やりやすいかもね。あ、またあった。はい、4軒目はプレザントパークの一番左上の家ですね。一番左上の家はここです。入ってすぐのここですね。近づくとね、なんかうーってなんかちょっとなんか変な音がしてますね。なんかうーってなんか幽霊みたいな音、幽霊みたいな音ってどんな音かわかんないけど、うーってちょっと音がしてます。ちょっとさっきの街はストームが来ちゃったので、次の街に来てます。同じ家の家具でも大丈夫なのかな。あ、大丈夫みたいですね。 OK です。これでね、最初のミッション、家具を5つクリアするなんですけど、プレザントパークね、家が 1,2,3,4,5,6,7 軒ぐらいあって、全部ね、仮装された家なので、ここから連続で4軒ね、一つの家に一個ずつ家具がありました、プレザントパーク。ちょっと一応、他のね、家も確認しておきます。はい、そしたらプレザントパーク調べてみたところ、このね、5個の家にはね、浮いてる家具がありましたので、ぜひ探してみてください。じゃあ次のミッションに行きまーす。はい、それでは次のミッションは、敵が20メートル以内にいる状態で隠れ場所から飛び出るです。隠れ場所はね、ここフレンジーファームにたくさんありますので、フレンジーファームが結構簡単にクリアできるんじゃないかなと思います。うわ、ぶちゃ、もうこれは普通にビビりますあ、敵いたね。敵が近くにいるところで隠れが、この辺に人いたけどな。この人もやってる。ちょっと、出た。オッケー。一応クリアにはなりました。敵が20メートル以内、近くにいるときに隠れ家から出たらミッション成功です。そしたら次のミッションに進みまーす。はい、それでは次のミッション、ホーンテッドフォレスト、ゴーストタウン、スピーキーファームで宝箱を1個開けるです。このね、ハロウィンイベント期間中、この1週間は、このウィーピングウッズがホーンテッドフォレストになっていますので、このウィーピングウッズで宝箱を開けるとクリアとなります。なのでこのウィーピングウッズに降りてね、何でもいいので宝箱を1つ開けてください。 OK、 これでホーンテッドフォレストクリアとなります。はい、次のゴーストタウンはちょっと分かりづらいんですけど、ここですね、スチーミースタックスの左上、ここの屋敷、ここですね、ここがゴーストタウンになっています。家が3軒ボロボロのゴーストタウンになっていますので、ここに降りていただいて、宝箱を開けると、ゴーストタウン、宝箱を開ける、クリアでーす。はい、そしたら次、スプーキーファームに行きまーす。はい、それでは3つ目のスプーキーファームは、この場所、フレンジーファームがね、スプーキーファームとなっていますので、ここで宝箱を開けてください。でっかい家は結構ライバルが多いので、この隣の小さい小屋、ここに降りるとこの小屋の中に宝箱があります。 OK、 はい、これでこのミッションはクリアとなります。そしたらね、次のミッションに行きます。はい、そしたら次からのミッションはモードを変更してもらって、このストームキングでプレイしてください。はい、まずゲームが始まったら宝箱を探します。もちろんね、いきなり一番真ん中の島に降りて宝箱開けてもいいんですけど、やってみた感じね、とにかく最初弾が足りなくなるので、宝箱はね 1,2 個でいいので、最初はねこの弾薬箱を開けて、
銃の弾を確保する方がいいんじゃないかなと思いました。ということでね、最初はこのリスキーリールズかソルティースプリングスに降りて宝箱と弾薬箱を探します。宝箱をね、1個か2個開けてるとすぐストームが縮んできますので、すぐにね、真ん中の島まで向かってください。一応ね、ストームのダメージは食らうんですけど、それほどダメージたくさん食らわないので、とにかく島に上陸してください。島にさえね、入ってしまえば、もしね、死んじゃってもね、誰かが生き返らせてくれると思います。範囲の外で死んじゃうとね、誰も生き返らせてくれないので、武器はね、1個か2個取れればもう十分ですので、とにかくゲーム始まったらすぐ真ん中の島に向かうことを覚えておいてください。はい、この真ん中の島に到着するとでっかい怪物がいます。そしてこの怪物の周りにいつものね、ゾンビがたくさんいるんですけど、この怪物の黄色く光ってる部分、この部分ですね、この部分を攻撃すると、このミッションストームキングのウィークポイントにダメージを与える、ここにポイントが加算されていきます。1万ポイントを集めないといけないので、とにかく打ちまくってください。多分ね、1試合でこれが全部溜まるのはまず無理じゃないかなと思います。2試合か3試合かけてやるつもりでやっていいと思います。自分もね、ちょうど2試合ジャストぐらいかかりましたので、このゲームモードはね、16人でプレイするので、自分がゾンビを倒す役になったり、真ん中の怪物にダメージを与える役になったり、ちょっとね、その辺の味方との関係で2試合ですぐ済んだり、3試合下手したら4試合5試合かかる可能性もありますけど、頑張って当ててください。でね、実はね、これずーっとね、角だったり手だったりお腹だったり、いろんな場所にね、ウィークポイントが移動してくるんですけど、一番最後の方になったらね、画面飛ばしますね。はい、こんな風にね、敵の上半身全部がウィークポイントになりますので、ちょっとエイムが苦手な方は序盤はゾンビを倒したり味方を回復したり援護の方に回って、こういう風に後半になって、このね、ストームキングの上半身全部がウィークポイントになった時に狙いまくってもいいんじゃないかなと思います。その時にね、このなんだっけ、この設置するトラップ、なんていうんだっけ、ちょっと名前覚えてないんですけど、これを置いて攻撃するとね、かなりダメージ与えられますので、上半身全部ウィークポイントになったと思ったらね、このアイテムを設置して撃ちまくるとかなりダメージを与えることができるんじゃないかと思います。結構ね、1万ダメージ根気がいるんですけど、頑張ってやってみてください。はい、そしたら次のミッション、ストームキングとの戦闘中にチームメイトを復活させる、これを簡単にクリアするやり方を説明します。一応ね、チームメイトって書いてあるんですけど、別にフレンドじゃなくても大丈夫だし、左上に名前が出ているこの4人じゃなくても大丈夫です。この島にいる誰でもいいので復活させるとクリアとなります。ただね、このモード2、3日経ってくるとみんな慣れてきてなかなかダウンしないと思うんですよ。そうなると復活するチャンスがなかなかなくなってくるんですけど、一番味方がノックダウンするタイミングは、敵がね、口から青いレーザー光線バーって出すと、あれね、多分ダメージが100から200ぐらいあるみたいで、あれをまともに食らうとノックダウンしますので、敵が口からレーザー光線を出しそうなタイミングになると、ストームキングが向いてる方向にバーって出ますので、あ、レーザー光線出すなと思ったら、レーザー光線出しそうなところに近づいて味方がノックダウンしたらすぐに復活させましょう。今ね、みんなこのミッションクリアしたいみたいで、一人ダウンするとわーってね、いっぱい集まってきて、我先にとね、復活させようとしますので、レーザー光線を出すなと思ったらね、レーザー光線食らいそうな味方に近づいていって、復活させてあげてください。まあ、その時に自分がレーザー光線食らっちゃうとちょっと自分が死んじゃうんですけど、まあ自分が死んじゃったらね、味方に復活してもらうと自分も復活できるし、味方もミッションクリアできるし、一石二鳥だと思います。はい、そしたら最後のミッション、ストームキングを倒すですね。とにかくストームキングのウィークポイントに攻撃しまくればそのうち倒せるんですけど、ちょっとね、やってて思ったのが、結局ストームキングにダメージ与えるのはアサルトライフルかバーストアサルトライフルでダメージ与えることになると思うんですけど、とにかくね、弾が少ないんですよ。
弾が足りなくなるんですよ。まあ多分ね、敵の HP2 万とか3万、下手したら5万10万あるかもしれないんで、アサルトライフ延々と撃ち続けるので弾が足りなくなるんですよね。で、どうやって弾を補充するかっていうと、ゾンビを倒して補充するんですけど、ゾンビが邪魔だからって言ってゾンビが出てくる石を一瞬で破壊しちゃうと、ゾンビが全然出てこなくて、結局ゾンビを倒せないとゾンビが落とす弾を回収できないので、結構ね、自利品になってしまったんですよね。なので自分はね、ちょっと今動画にもあるように、まず弱点を攻撃するのも一旦置いておいて、ゾンビの石を破壊するのも一旦置いておいて、ゾンビを倒しまくって弾をね、500以上、アサルトライフの弾を500から1000ぐらい貯めてから、ストームキングのウィークポイントを攻撃するようにしました。そしたらね、だいぶスムーズにストームキング倒すことができるようになりました。はい、それではチャレンジフォートナイトメア完全攻略いかがでしたでしょうか。傘のスキンの他にもね、こういうファイナルレコニングのロード画面とかももらえるみたいです。個人的にはね、フォートナイトの考察するのも好きなので、スキンよりもね、こういうロード画面が嬉しかったりもします。そしてね、明日木曜日ウィークリーチャレンジがあります。毎週木曜日にあるウィークリーチャレンジを金曜日の朝までにはね、完全攻略動画必ずアップしてますので、よかったらそちらも見てください。こんな風にね、攻略動画も出してますし、いろんなね、楽しいフォートナイトの考察動画とかもアップしてますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。コツでした。ありがとうございます。